今日ここに集まってくださってる方々って本当にユナイテッドを見ないとどうかある人たちばっかりだと思うんで、今日本当にみんなで声出して、せっかくこんな葉っぱして濡れて嫌な思いして来てるんで、せめて勝って帰れるようにみんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。中央を選択、そしてサイドを変えます。中には3人4人と選手が集まってきている。先制、はい、もうちょっとこうセンターバックのところ、誰がつくのかどうするのか、ディフェンス陣のところがはっきりしてなかったですね。サイドからスローイン、5秒、そしてボックスの外、くさびのパスを入れる山口、そして富山、キックフェイントを入れてファーサイド、藤村のヘディングシュート。中には2人3人と選手が集まってきている。ンドカチャールズ、ヘディングクリアする。田中、ボールがこぼれている。市川ファインセーブ、はい、さあそして裏への抜け出し、オフサイドはありません。ゴールキーパー泉森飛び出して、そしてレッドカード。横浜 FC 最終ライン、2番のノカボニフェイスから裏を狙って山根を走らせる。山根が追いつけるかどうか。ホイッスルが鳴って PK。 富山が2枚目でしょうか、あって入った大野、決めていきました。追加点、
中央ヘディングシュート、3点目。グラウンダーでつなぐカプリーニからのクロス、ヘディング、ポストを叩く、なんとかクリアしました。今前線に伊藤翔が残っています。藤村から縦パス、ゴリョカットイン、まだ持つ、縦パスが入る、山口のシュート、ポストの右、数的優位に立っているアウェーの横浜 FC。 さあボールが当たった、伊藤翔前を向く、倒されてカプリーニ前を向いた、山根折り返す、さあチャンス、左サイド中にカットインして自ら行った、なんとか大野防ぎました。持ち出した中野、桜川、倒されて PK です。キッカーは桜川、決めました、ね、よくキーパーの動きを見ながら冷静に押し込みましたよね、はい、前線に送る桜川、胸で落とす、村田クロスボール、もう一度桜川前線、シュートまでいけるかどうか、ここは村田切り返してのシュート、なんとかパンチング王の主審が笛を加えて、今長い笛、順番に壊れたと伺います。近くの、熱い応援ありがとうございました、勝って笑顔で返すことが僕たちの使命ではありますが、今日は残念ながら、負けてしまいましたけど、また次アウェーで2投にしっかり勝って、またホームにたくさんのお客さんが来ていただけると僕らの力になるので、またよろしくお願いします。